っとさ、これか、抜けたやつら。フライパンの方はちょっと多めに切った。ワンシート全部一回抜いてくれる？で、ちょっとね、ちょっとまあ、フランスは抜けるけど、打つ前に、まあ、ちょっと裏表で一回確認した。その材料にこういうね、ゴミが、いくらとてもあるから。ライブしたいね、これちょっとわざと誰か怒られるとかしクラブレーザー？肩で抜いてんの？そういうこと。無駄をあれやね、省くようなデザインを作らなあかんね、本当は。まあそれはでもやっぱデザインやりきやでね。言ってもそんな幅ないで。あ、そうか。抜くとね、うん、これダレ面っていうけど、おー、切断面と破断面ね。はいはいはい。ちょっと白くなってるところ、ね、本当や。ザラザラした断面、でこっちのザラザラした断面がちぎれとるところ、ね、破断面。おー、でまあこれがちょっとやっぱバリっぽく、うん、なるね。綺麗やな。でも素材はとりあえず量産の素材は27インチに2000個分の材料。わあすげえ駆け出してきたね、いよいよ。だってもう今の時点で1300分だけど。そうか、なかなかパンチのある音が鳴る。うるさいね。ですね。結局このデザインについた。あ、かっこよくなりましたね。
だけど俺的にはね、そんな違和感ないね。違和感ないよ。うん、全然いい、いけます。でも言っといた方がいいね、これはね、事前にこういうのもありますっつって。最大限綺麗な材料入れますって言ってもらっとるんだけど、うん、まあしゃあないね。こいつがここを切れて中に入れて、ね、切るやつだったね。違って、こいつもぬくもりギリギリを攻めとるもんで、はい、逆に分かりやすいって言えば分かりやすい。分かりやすいね、正直。分かりやすい。中間方で、だからこっちからは多分箱に取ってんの。はい。こういうやり方ってあんまり本当は良くなくて、うん、こっちが成形する方で、こっちは抜く方じゃない。うん、そうやっぱ抜く方を、そのダメージが、あかかる荷重が右と左と違うもんね。そういうことか。これ、こっそってきた、まだ来てない。これ、あっさり月曜日この部品耐えるんだけど、あー、服当たるとこもあれば、ちょっと弱いとこもあるもんで、あまあ、やっぱここはちょっとずれてないんでね、うん、ここはちょっとやっぱバリカンがあるもんで、うん、まあ、持つときに当たるかったらまあそんな当たるんだけど、うん、こうやって直接やるとやっぱちょっと手切るをされる。うーん、こっちはよっぽどね面つけたらねいいんだけど、あとまあちょっとこういうとこにエッジがあったり、ね、うんうんうん、あとはこれでねまだ線抜いたことないんだ。多分この断面見える限りはいけると思う。いけるね。あと多少膨らむな。やっぱこっち側に押すもんね。あー本当や、こっち側に逃げ、本当やね。一応面つけてさ、うん、ちょっとこうやって2ミリぐらいここ受け取るんやけど、うん、そんでもやっぱちょっと膨らむ。あー本当や、これはね、うん、どうしようもね、しゃあないね。やっぱこれな、カチッとやりたいな上からね、本当やね。こうやってクッと押したら、うん、ガチャコンみたいな、ガチャコンみたいなのにならんかなと思って、まあ、アップデート版やね、そのうちの、そのうちのね、うん、まあ、アナログでかっこいいっちゃかっこいいんやけど、かっこいい、うん、悪くない。でなんか逆にそのガチャコンがつくことによってね、なんかこのこういう感じがなくなるもんね。そうだね武骨感が、武骨感がハイテクになっちゃう。みんな買い取るで武骨感不良学生かつい物があると盗ってまう癖やで、ね、鉢があると、うん、手癖が悪いでピスタッフって言われる。こいつ自身にも買えるよ、これだ、最後作らなきゃならするの
あ、削る。あ、火だ。第一ライン抜くんやけど、こっちは帰ろうと思うでね。こっち抜いてからじゃないですか。こっち抜け。これも基本的な向きは、バリ下だ。バリが下。それついてね、こっち考えてバリね。もう分かる。バリ下。いや、C 面か、単独ペースか、じゃないと入らん。上がって、お願いします。で、配列だけで、このやつもそうなんだけど、2個並べてるんだけど、これ配列がよく間違えるから、じゃあこれはこれであるね、気がしてくれ油も落ちるし、適度にでこうなるわけね。もうね、普通の人はね、なんでこれ一回で抜かへんのと思うと思うんだけど、間違いない。オミ、ポア、抜きトン数をね、うん、軽減するためにちょっとね、パンチ、抜きパンチね、斜めに。あ、だから曲がっとんのこれ。まっすぐじゃないとパンチ切れてる。韓国で食べる箸とか作れそうやね。木の断面がそのままちょっと、これちょっとわかる、これ。ああ。これ二次破断って言って。うん。ちょっとね、破断が二回起きる。ちょっとこの断面がちょっとボソボソになる。ああ。そこだけちょっと面付けの感じが違うってこと。結構ボコってたね。こういうこと気になるのは多分俺らだけないな。そうだね、二次破断。あ、本当？あんまりよくない。もう映像では絶対撮りきれへんやつやね、これ。そういうことか。こっちから見たら絶対かけないけど。分からんね。うん。そんなんがあるんや。一応やっぱここのさ、バリを崩したいじゃない、曲よ。あー。見てないの、これ多分手で撮る。シートのとこは撮ってもらえるかな。これやっぱ手で撮る。うん。まあ、バリはしんどいけどな。いや、この状態で作って。これぐらいならまあ、大丈夫。あとコンマ1おろしてくれ。
撮れるの、いいね、もう白くなっとるで、あとこれぐらいだな。いや、際が色全然違うわ。ピカッとしてるね、設置がね。うん、だからこれ一応麺つけてるんで、うん、ええ感じ、ええ感じ。毎回エアで貼らないと、こう撫でるね。こう撫でる。やっぱ、スリットは手慣れた人にやってもらうのが一番いい。慎重にやらない。確かに。だけど、まあまあ、こいつ人気あったね。人気あったね。人気あるよね、スリットは。エンボスもちょっと塗り始めた。間違いない。もうそれしかあの買う余地がないんでね。安いやつな。だから C11C みたいな。とね、うちでね、うん、あの削って取って持ってこ出すの。あ、ここがね。周長がさ、うん、周長って言っても分からんかな、うん、外側の方があの伸びる率が大きい。あ、確かに確かに、ね、割れちゃうんだね。こっちが出てくるってことね、こいつらが。そうそう、こっち側の方が引っ張るでしょ、はいはいはい、素材が。はい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 。ちょっとこれ今からすってみるわ。うん、吸っちゃうかね。うん、あ、ほんとや。ちょっとやっぱ気になるところが、まあポロポロやっぱ製品にすると出てくるね。ほんとやね、わからんな。手を切るとね。確かに。しばらくね、重なる企画に入っとるかどうかっていう。こんにちは、株式会社ルコの岡田です。今日は株式会社和光製鋼さんにて生産準備と工程確認トライの様子を見てきました。実はこの日はですね、本業の製造を全てストップして、この鉄板焼き金のために社員さん全員が時間を作ってくれていました。全員の製品に対する姿勢が本当すごくてですね、毎日の仕事の中で当たり前にこういうことをしてないと絶対にできないことだなと思っています。会社の文化としてもうミリ単位でですね、製品を修正してまた製造し続ける姿勢に感動したのと同時にですね、今回一緒に製品を作ることができて本当にね、良かったなと思っています。こういう思いを背負って、一人でも多くの方にサポートしてもらえるよう、僕もリアルなこの情報をですね、体感したままをお届けしていけるように今後していきたいなと思っています。残り期間もちょうど半分くらいかと思いますけれども、最後の最後まで楽しく真剣に日本のものづくりを世界へ飛び立たせるためにできることを頑張ろうと思います。